北本町の温暖街、実はですね、大道の輪行日本の祭りというものがございまして、その今年大道の輪行が応援する日本の祭り27の中の一つに宮崎県北本町の温暖街が選ばれております。今日は一日にこのお祭りの模様をたくさんのカメラが取材しています。特にこの御神殿の奥の方をご覧いただくと長い冬カメラが設置されております。そういったことで撮影も入っておりますので、ステージなどもたくさんいただいておりますが、どうぞお時間いただきましてご協力いただきますようよろしくお願いいたします。さて、もう一つご案内でございます。今年宮崎県では10月17日から20日までの4日間、第22回全国スポーツレクリエーション祭スポーツ宮崎2009が開催されます。10月17日土曜日、県総合運動公園において開催される総合開催式は、宮崎の歴史や文化、スポーツランド宮崎の魅力あふれる式典で一般観客席を準備しています。また特別行事ではユースポーツ体験、イベントステージ、宮崎の食などを楽しむこともできます。さらに18日はビッグゲストによりますシンポジウム、リザードネット出演によるイベントステージなどもありますので、ぜひお楽しみください。さて、今回この会場にスポレク宮崎2009のキャラクターザッキーがやってきています。この会場内、ちょうど今ご神殿の通路のところにね、とってもかわいいフェリックス、とってもかわいいですね、ザッキーがやってきています。スポレク宮崎2009のご案内をしています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ザッキー PR のほどよろしくお願いします。スポーツ会場内では、ただいま単独大会の開会式が行われているようです。私、ダイナの試合中でも見ることが
ができます。後ろに引き出しなさんもこれ一瞬で走らなきゃいけないから大変です。パワーもあるし、